うわ、バウンティーハンター来たー。竹尾さんとだ。じゃあ久々。トニキさんが目標。見づらそうだね、ちょっと配信。ナイスー。ナイスー。ナイスー。直しました。うわあ。やば。すごい。真っ白。ヤロちゃんタスクできた？これはわからんな。わ、やべ、目に悪いな。ネロちゃん、タスクできた？無視します。ひどい。これ、バウンティーにはありますかね。バウンティーわかんない、バウンティー。確かに。モーフィングじゃなかった。どうも、メイヤ殺すぞ。でも10秒しか猶予ないのか。皆さんいた。これむずそう、バウンティーハンター。キルできるとはいえさ、スタートすぐやんなきゃいけないわけでしょ。影丸さんの死体、影丸さんの死体が武器庫 の上のタスクしまう方に、ありました。影丸さ ん、誰か出てきた？いや、チャットじゃない。あ、ごめんなさい。チャットでメモしました、今。チャットか。はい、まとめたアピかと思った。ね。あ、で、ごめんなさい。確かに。すみません。武器庫の上のしまうところに、あって、タスクに押しに行かないと見つけられない位置かなと思います。停電直した人ってこれ誰ですか？はい、コロンです。あ、コロンさん展望デッキで直してる？はい、直してます。その後ろに僕がいて、その後ろにスナッパイさん、はい、見えています。武器庫から展望デッキの配電盤のところまで竹尾さんと重なって移動してます。あ、そうなんだ。僕視点見えてなかったけど、アベレージめっちゃ浮いてるんですけど、メインの除染前で先端サントスさんと会った後シャワー作業して最後アーカイブです。その後誰とも会ってない。コックピットに2人いるはず。誰と誰ですか？どの時系列ですか？停電が起こってすぐぐらい。これ僕話していい？はい、私、うん、僕あのコミュサボのあの右奥のダウンロードタスクやってるんですけど、はいはい、終わったとちょうど終わったところでボタンっていうか死体発見があったんですが、うん、影丸がコックピット行ってるの見てます。で、その後に、誰かが分かんない、本当にあのこの助のせいで誰か分かんないですけど、誰かがあのコミュサボの下の通路を歩いてるのを見てます。で、しかいなくないよ。いや、その後で死体発見が入ってます、うん、あ、そうで、私がもう一回言いますね。アドミンで多分だから影丸さんが先抜けたのか、私アドミン情報ちょっと見てて、展望3いることぐらい以外はもう人がぐちゃぐちゃ動きすぎて分かんないので、展望3のところにとりあえず行こうと思って、向かおうとして、で武器庫助かるか武器庫のタスクだけやっていこうと思ったら上島の方で影丸さんの死体発見って感じです。あ、でそれ影丸さんの可能性もあるんじゃないですか、しぼすけさんが見たの。あ、そうかもしれないです。ただまあどちらにしろ、まあ僕も次ボタンを押しますね。はい、最終ミーティングです。トニキ、はい、影丸のキルは左なんで右の人は無理ですね。あれ、サントさん僕見てないのか。がっつり見られたと思ったけど、停電中だったのか。あんま把握してなかったよ。サボタージュ忘れてた。ごめん。ソニキさんフェイクタスクじゃん、これ。100億%。あ、てか、これあれか。マットメイトがあれの可能性もあるのか。おー、ナイス。しました。左に、西隊なので、右にいる人、さっきチャット、本当に書いた人、まあまあ後で喋るんですけど、左にかなりの人数がいたので、右にいる人を洗えば、とりあえずその人は白にできるかなと思って。すみません、メイヤさんの話で私伺ってないんですけど、メイヤさんも死にしないってことですか？
皆さんの死にあれこれ影丸さんの死体発見ですか。はい、影丸の死体であれば皆さんわかんないですよ。じゃあさっきの停電の話します。影丸ですね、停電が発生する直前にゾニキ、ショボスケ、スナパイ、タケオ、ネロちゃんの、あとホロもですね 1,2,3,4,5,6 人が武器庫に1回入ってます。で、停電が起きてホロはまっすぐ、展望台の、停電を直しに行きました。で、そのすぐ後ろを、ゾニキさんじゃなかったタケオさんとスナパイさんの2人が来ていたっていう話になりますね。竹尾さんが、くぼみに入ってないだろうということはなんとなく見てる感じです。その中で誰が可能なのか。そう、ホロモンさんが無理、僕してね、はい、で僕はちょっとスナッパイさんと同時に動いた記憶がないので、スナッパイさんの指導まではちょっと出せないっていう感じ。武器庫からキッチンの扉開けるときにも重なっており、でその後、展望デッキに入る時もほぼ同時に入っております。で自分はその前コックピットでダウンロードしていて、で停電が始まったぐらいにコックピットを出て武器庫に入っていく時にコックピット内に2人いたのだけは覚えています。誰かは分かりませんでした。ショボスケさんの証言を当てにするならそれはサントスさんと影丸さんになるだろうという感じです。コロン的に気にしてるのが、あごめんちょっと先に探してほしい。停電が起きるとき武器庫左下のタスクをネロちゃんと一緒にやっていたんだけど、ホロンは一直線に直しに行ったんだけど、ネロちゃんは直しに来ていなくて、ネロちゃんがどこに行ったのかちょっと気になってる。うん、じゃあそれ後で話すわ。あ、ちなみにさっきの停電僕直しました。はい、ゾニキさん停電僕直してます。可能性直します。ミーティング行ってます。ミーティング武器庫の後ミーティングの今の話だとスナッパイさんも結構厳しいのかなって思いました。よし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 。まあどうせ追放までできないでしょ。やめましょう。はい、内房でーす。内房。内房。ネロちゃんの話を。はい、あ、右の、右ってか、メアさんのキル詰めた方が早い気もしていて。うんうんうん、あ、右かどうか確定はしてない。まあ、右かどうかわかんないけど、左じゃないじゃん、おそらく。はい。そんだけ人がいる中でメアさん見たよって人いないんで。うんうんうん、ゾニ、アベ、ネロ、センターができる可能性が高いんですよね。多分ゾニキさんって左は。あ、そうです。左脇で、ミーティング、実はエンジンの上の方でね、下に行く影丸さんとすれ違ってるんですけど、まあ、目撃情報がその後にあったんで、まあ、言わなかったんですけど、最初にミーティングする。あ、そうです。影丸さんとすれ違ってミーティング登ってって感じ。じゃあ、阿部は？あ、僕はさっき言った通り、メイン前でサントス・センタンさんと会った後、シャワーアーカイブでずっと浮いてます。うん、僕も見て。僕はその後、エレキ行って、どこまで行ったっけ忘れたけど、エンジンとかその辺だったね。うん。はい、俺最終的には、はいはい、ネロちゃんどこだっけ。俺、エレキです。はいはいはい。ネロちゃんとは会ってないです。どうやって行きました？展望行かずにキッチン、セキュリティ、エレキ。で、4番、4123って移動してる。そのあたりではセンター見てないし、メイヤさんも見てない。誰もメイヤさん見てないわけですよね。うん。だったら、左じゃなさそう。右っぽいですけどね。アベレージさんか、ネロちゃんかっぽいですけどね。アベレージさんの方が怪しいと思いますね。僕は怪しい。はい。僕はアベレージさんが人外。他の人って弾けるんでしたっけ？もう全員左でしたっけ？でも全員場所は出たけど、全員場所は出たけど、俺はね、2人に絞れないうちは釣りを入れるべきではないと考える派です。うん、同じく。でも、あれ、なんだっけ、影丸さんの方って結構詰められなかった。影丸の方はサントスさん。いや、でも目撃証言が、あ、ごめんなさい、影丸さんか。ほんとね、サントスさんが、まあ、死体位置を偽装していない限りはサントスさん違うと思うので、その場合はできるのって、ショボスケさんになるのかな。いやでも僕しかコックピットに入る見たっていう証言出してるんですよ。
でも下位置がサントスさんが白の場合武器庫ってことだから、うん、だから俺はサントスさんが陣外だと思ってます。だからそこでしょ。どこにいんだよソニキ。でもソニキさんはねあれっぽかったんだよな。あれじゃん、ソニキさん。ソニキさんは強人っぽいんだよな。別の人がいいな。砂べ逃げよう。ソニキさんやめ、普通に今回はインポスターとして動こう。そっか、長くなっちゃうのか。しまった。そうだった。ペナルティーがあるんだった。あ、じゃあ炎すんだ。キッチン？いや、エンジンの。メインの階段とこ。OK、あの、僕、アドミン情報あります。はい。カメラ見てる人がいるはず。あ、カメラ、阿部が見てます。あ、先サントス、あとアベレージです。あ、じゃあ最後、ゾニーさん見てました。そうそうそう、最後私。じゃあ3人ではしごしてる。あとね、映ってるのが6人だっけかも。ね、エンジンが2。エンジン、僕、通ったんですよね。死体じゃない？死体と狙ったんじゃない？そう。で、メイン1。メイン最後私かな。セキュリティ1、キッチン2。セキューゾニキです。キッチン2がアベレイさんと僕、うん、以上。ただ僕がコックピットなんで7しかいない。見えてる。これ覚え系に俺がいます。もう一個情報があって、これ停電になった後に死んでます。停電終わった後か、うん、停電治った後に死んでます。あ、合ってます。私もバイタル見に行って先にネロちゃんが見てて、その後私見てますけれども、うんうん、そうですね、死んでました。誰か分かる。なので、ゾニキさんは無理です、このキル。ありがとうございます。カメラを見てたときに一応視認情報としては、ショボスケさんがエンジンの右から左に走ってるのと、ツナパイさんがバイタル、あれじゃねえや、ロミジュリ入って出てくるのが見えました。はい、私のそれよりさらに古いカメラだと、貨物のスナパイさんとアーカイブの、から昇降機右に行く武雄さんを見てます。でも私の方が一番古いんで、うん、ちょっと古いと思います。停電の前だとか後だとかっていうのがあると助かるんですか。停電中、私のやつが中で、停電終わった後がアベレージさんのカメラ、ね、アーカイブですよね、うんうん、いつぐらいから見てたんですか、あの、しぼすけさんは。停電の前後とか。あとね、僕、所定宿舎でミーティングのタスクやった後ね、エンジンコックピットだから、停電開けてからかもな、僕見て。停電開けてから見てるのは僕見てて、宿舎前に行った時に金庫の、カメラがついてました。アドミンじゃなくて、うん、今の話。アドミンの話です、ね。アドミンでしょ？アドミンか。カメラ。僕はアドミン見てて。カメラがアベリージ君だっけ？はい、で僕宿舎前、宿舎前でちょっとだけカメラに金庫に映ってて、そのままコックピット行ってるって、停電の後ぐらいだと思う、僕が見てるの。10秒ぐらい見た記憶ある。ヌーンで金庫行ったの？そう、あ、金庫じゃない、金庫じゃない、宿舎から下に降りてカメラ映ってる。そうそう、はい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 、なるほどなるほど。ギョーさんが入ってたか。そうか、ペナルティ忘れてた。ショボスケさんメインから左行ってる。ツナパイさんもシャワーですれ違って左側行ってますね。
コミサボを直ってのボタンなんですけど、直したコミサボあたりで死んでるんですかね。僕直しました。あ、センターさん直して、はい、でゾニーさんボタンでしょ、うん、はい、ネロちゃんと、ネロちゃんとしょぼすけさん一緒にいなかったっけ、シャワーで。いないいないいない。あれ、ネロちゃんと一緒にいたの誰だっけ。俺と阿部。阿部さんか。シャワーはでもあれですよ、あのセンターさんとネロちゃんを置いて僕そのままアーカイブラウンジ貨物まで行ってますね。てかセンターがいたこと俺知らないね。阿部さんは知ってるでしょ。あー、マットメイトなんでスキップ入れちゃいます。あ、もう釣れません。はぁ、マットメイトでーす。もう釣れません。マットスキップ入れちゃいました。え、やだ。え、ちょっと待って、え、これ勝ちない。もう釣れません。終わりじゃん。あれ、ネロ、やっぱネロだよ、ね、まあ、あのインポスターの方言わなくてもいいんで、スキップに助けていいと思う。無理だよ、うん、残りインポスターの2人頑張ってください。ハントさん入れたら負けちゃうけどね。いられるとこだけど。ナイス、ゾニキさんだと思ってた。ネロ。任せよ。ネロ阿部。タスクで頑張ろうとするな。え、スキップ入れよう。喋ることな。どうやっても勝てないからな。タスクが違うからね。タスクが違うから。そう、あ、確かにね。3人だけがタスクを終わらせればいいんだよね。キルは入れないとな。アリオン、これ発見してくれたらパワープレイできるから。ありがとうございます。ダメだよ、ダメだよ。ありがとうございます。え、でもどっちみちあのキルクル溜まってたんで。センターさんと竹尾さん？そう。あ、僕です。ああ、センターさん、竹尾さんがやっぱり、はい。じゃあ、アブリジ君に入れて終わりますか。ああ、はい、アプリ気持ちいい。ああ、もう1キルしたかったな、今。気持ちいい。ああ、最初のね、2キルがすごかったっすね。ゾニキさん、あとタスク何個でした。もう終わってますよ。僕たちは、あとな、あと。キル、4キル。じゃあ、アベリーさん。ああ、ベリーさん。あとね、ほんと1秒だったの。バウンティーハンターで、あの、ネロちゃんだったから、2位、1位の瞬間に発見されちゃった。ああ、つらいな。打ち切りで聞いたらな。リアクター一人で直してワンチャンと思ったけど。イエーイ、イエーイ、ちゃんと3人出るんだね。ほんとだ、3人じゃ見て、見てて言わなかったんだ。かわいい。あ、見てますよ。センターさんが切ってるとこも見たし、位置もずらしました。あ、見てたし。そうだよ。めちゃくちゃ強アピしてたもん。そういうことか。センターさん話してなかったんだ、気持ち。ゾニキさんがなんかフェイクタスクしてたから、金庫室で、絶対この人だと思って、なんか考えを全く変えなかった。してないし、ね、ソニックさんがあの右下のあの置き替えタスクのところ、なんかもう一個の方のマネキンの方でやってたから、絶対これ強人じゃんと思って。いや、でも三島さんが刺さったね、いい感じに、うん、あれ意外と強いよね。
あの位置でもできました。僕多分1キルしかしてない。てないわけないか。バウンティーハンターが強すぎると。そう、ちょっとやるし、やばいと思う、これ。じゃあ、ウニギがショボスケに変身してコミサボ向かせたの笑っちゃったわ。そう、ね。まあ、でも、あれじゃないですか。もう死んでんだよ。サントスさんとセンターさんもめちゃくちゃ面白かったと思うから、まあ、面白い、うん、僕もいい試合見れたし。うん。うんうん、おもろかった。一リソしてくれてたんだ。うん、あそう焦って全然聞いてなかったよ、サントスさんの話。見られてないのか、見られてんのかみたいな。あの武器庫の裏にずらしましたから、そうそうそう、普通に見ちゃう。ああ、そうなんだ。全然気づかなかった。霊界行ったら、名屋さんも先端さんに殺されてるって言うから、ああ、やりゃっていう。びっくりした、俺、本当に。バウンティーだってなった。あ、バウンティーだ。あ、なるほどね。そう、矢印が出るから、やっぱキル対象を見つけて切った時点で、だってもうそこから 2.5 秒のラッシュになるから、めちゃくちゃ強いなと思って、対象の位置が分かるのは。うん、なるほど、面白かった。みたいな、何キルした ?1、2、3、だから右よ、左だ、5じゃない、5キルか。あー、アベレージさん1キルしかしてない。ハメリさん切りしてたら6キルだったのか。夢の6キルあった。すごかった、夢の1人6キルね、しかも。うん、史上最多ってタイトルつけて夢のロッキル。しかも一人だからな。じゃあ胸にできたな。担当さんと今日挨拶してましたっけ？あ、してないです。あ、じゃあちょっといい感じのまとめ。矢印なしにしました。あ、はーい、はーい。でもマットメイターさんとして、でもね、あ、思ったんですけど、うん、あ、別にいいのか。あの、あれがきつかった。あの、標的じゃない人をキルせざるを得なくて、めちゃくちゃペナルティー食らったのが、まあ、あ、まあでもそれはまあ、まあ、いいか、うん、ペナルティー2キルですね。ペナルティーってあるんですか？50秒になる。1キル目が30だけど、間違えたら50になる。それが結構きつかった。だけどちゃんとした人をキルすれば 2.5 になる。まあ連続にキルなんて、まあ、うん、しないないよ。回避挟んでも50秒。いや、回避挟んだら30に戻る。あ、オッケーオッケー、はい、連続キルが50になる。なる。いやー、めっちゃ最強だったね。5キルってやばくない？いやー、面白かったな、バウンティーハンター。やった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 。最強だった、議論的に。